じゃあ。もう終わってしまうね。あと2時間で。もうさ、もうさ、1週間終わった。体調は鼻水出るくらいです。大丈夫です、全然。おお、ありがとうございます。あっという間だった。本当に皆さんラッキー感じられました？ ありがとう、ギフトありがとうございます。ほんでカラオケを本当に自分のレパートリーがないんだなっていうことを思い知らされました。でも頑張った方だと思います。自己評価は高いので。ありがとうございます。やっぱりね、ありがとうございます。ありがたわ。なんてこった。ノートが切れた。違うのあったかな。探してきますね。よっこいしょ。ノート、ノート。あ、やばい。これがいいわ。よいしょ。ありがたわです。私が中学生ぐらいの時の自主学習ノートがあります。すごいいい、すごい勉強熱心です、この時は。これの余りがあったんで、えぐい勉強してる。この時多分めちゃくちゃ成績良かった時です。 この時は、はい、この時は。 秋田の雄一さんですよね。チャット見ました、私の。ワンワン。どう思う？なんかある？もう一回ってやつ。私メールでさ、その日歌ったやつ送ってたと思うんですけど、確か。ありがとうございます。ありがたわです。私が好きなくまちゃんのやつ、ありがとうございます。ワンワンしてる、めっちゃ。 ラスト楽しみ。ありがとう、いつもメールもありがとね。今日一応5曲だけど、その 歌えるかどうかはまあ分かんないぞっていうところかな。すごい入ってるな、どうしたんだろう。重力シンパシー、いいね。別に歌ったばっかでもみんなが飽きなきゃ何回でも歌うよ。明らかに薄いって怒られそうな色だった。の魔女だ。
ありがとうございます、マサさん。ありがたわ。マサさんはアンナの虜だからピンク。マジョクマタワー、ありがとう。ピンクだよ。当たり前でしょ、水色にはしてやんないんだから、青とか。はい、ありがとうマサさん。魔女クマタワーありがとう。ちょっと透けてるね、ごめんなさい。ありがとう、ありがとう、ありがたわ。あれあれ、どういうことだこれ。合ってた合ってた。よしよしよし。まだ早っけ、7日が夢とすか。ありがとうございます。アンナさんはやりきりました、風邪をひかずに最後まで。当たり前なんだけど、ありがとう。 I love you。 ハイスナーさんありがとう。 あれおかしいな、あれ、あの、え、違う違う違う、あのさ、休ませておいたんですよ、今日の始まる直前まで。電源も抜いてたの、プラグをコンセントから。あれ、なんで、もうダメなのかな、この子。ありがとう。これなくなっちゃうの本当に寂しいんだけど、大好きこのエフェクト。ありがとうございます皆さん。普通に寿命じゃね、え、ね、その可能性あるよね、お姉のお下がりだから。ちょっとどうしようよ、アンナさん光がないと。今日アンナちゃんの生誕トートバッグでお出かけした。本当にかわいい、ありがとうございます、嬉しい。意外とみんなさ、 T シャツも着たりしてさ、出かけたりしてるみたい、嬉しいです。とってもやっぱり、シンプルな方が普段使いっていう面ではいいんじゃないですか。電車内も目立つような、あ、目立つんだ、目立つ方ではある。あれだよね、メンバーと比べたら普段使いはしやすいけど、目立たないってわけではないよね、普通に着てたらね。ありがとう、それでも持ってってくれて喜びます。あんな猫が。来年どうしようかなーって今、あ、ありますよ今トートバッグ。でかくね。思ったよりこのこいつがねでかかったんですよ、デザインとして。もう今部屋が散らかってるから、すぐそこに置いてあった。もうえ、そう、あの袋から、なんかトートバッグはね使うあれがなくて、機械が。 T シャツはこの間オフラインじゃない、オンラインで着たんですけど、ふん、トートバッグいつ使おうって感じ。あんな猫は毎年にする気分ですかね。そう、来年もこの子を入れるか入れないかはちょっと悩み中かな。あんまりそんな主張したいものでもない。なんか来年もまたなんかいいアイディアっていうかあったら、そっちを使う可能性もある。全然
21より飽きやすいですね。あれはなかなか、でもみんな似合ってるよあれ。あ、かわいいねってなる。来年はタオルに、今年もタオルにいたから来年もタオルありだね。タオルには毎年いるっていうのもあり、せっかく考えたっていうか、かわいいので。うん。ゆうなちゃんとお揃いで生誕T 着てもいいかもね。どういうこと？あの、交換するってこと？それとも自分の普通に着るってこと？どこが似てほしい感ある？あ、そうなんだ。なんかみんなさ、猫好きだから嬉しいとかさ毎年一匹ずつ増えてく。もう全面に猫ちゃんになっちゃう可能性あるよ、何年か後に。サイズによってはなんかそうだよね。なんかね、この全面にさデザインにするタイプかさ、なんだっけ、あのワンポイント左胸とかさにちょこっといるタイプ、どっちがいいかなって。今回は初めてだったから一応、しかも黒だし、あの黒なんで目立つように一応した、でっかくしたいつか写真、そう、なんか写真も私、あのマリナさんが写真よく使われるじゃないですか、生誕グッズに。それいいな、めっちゃいいなって思ってたんだけど、私がまだなんていうの、例えば髪型とかメイクとか定まってない状態なので、自分のビジュアルがもうこれだ、ここから動かないだろうなっていう年になったらかなって思います、個人的に。ここから先もうこれ以上漏れることないなって思った写真ができたらとか、そういう時に写真にすると思います。だん、なんか最初のうちはまだなんか伸びしろあるんで、過去にその写真の生誕 T を出して、うわ、この時の私ブサイクって思いたくないんですよねまだ先になるかなと思います、写真はね。そうそう、伸びしろなのよ。そうなの、まだいける、まだいけるって思ったらずっと引き先の場所にして、結局卒業するまで写真の生誕 T ないかもしれないけど、許してね そうなんだよね、 T シャツもトートも同じデザインだから、なんかどうしようと思って。色変えれるんだあれ、トートバッグの色。なんかさ、私黒じゃなくてもよかったかなと思ったんだけど、あれさ、黒さ、みんななんか何色、例えば T シャツ何色選んだらトートバッグはこの色になりますとかがあるのかなと思って、知らなくて何もなんか普通なんか黒になった。来年はちょっとその辺も聞いてみようかなって思ってます。持ち曲が5曲だから何
からどれを歌おうって、まあやっぱり最後はっていう曲があるじゃないですか。黒だと直筆サイン使いにくい。確かに、え、でも劇場に白ペンあった気がする。銀とか、やっぱり最後はの曲をね残して歌わなきゃいけないから、実質4曲みたいなもんでそれでだから今週歌った曲の中からこれがもう一回ってやつがあったら歌うよっていう、私がそれがトラウマになってなければっていう白ペン用意してもらわないと。本当に白ペン欲しいんだよね。なんかあのなんか毎月の特徴のさやつ、特徴もさ後ろがあれだったら黒とかだったらさ、あの白で書いた方がいいじゃん。白ペンの需要が最近高い。そういやな、サイン入り生写真も来週には着弾する予定。あ、そうなの。書きました一生懸命初めてのサイン入り生写真だったんですけど、あのありがとうございました。いっぱいあって嬉しかったです。なんか終わった時ちょっと寂しくなった。もっと書けばよかったなって。去年お姉がすごくそのサイン入り生写真を一生懸命やってるのを見てたんで、あのいっぱい書いたら死んじゃうと思ってちょっと抑えめにしたら終わった瞬間寂しくなっちゃったっていう。枚数も枚数ですし、ありがたいことにたくさんいただきました。ありがとうございます。また次に生かそう。はい、あ、うんまた次があれば今回よりも増やして書けると思います。その枚数があの変わってなければそう、宛名付きだったから去年は苦しんでたわ、あとそれ何枚あるのとか言った覚えあるし、大変そうでした。スタッフさんの負担がでかいから宛名今回なかった。そうなんだ。じゃあ来年があるか分かんないけど、次もないかもしれないね。ブースティーで忙しかったのにお疲れ様でした。いえいえ、ブースティーなんてね、ブースティーなんてとか言って、ブースティーは終わったら全然大丈夫。てか、ね、なんならブースティー前に終わってた気がする。その締め切りがあるから。宛名付きは指針もらえるからね。そうだね。確かに。そういう機会でしかないか。宛名はみんなあった方がいいよね。けど結局ね、あの締め切り日までにね劇場に行く機会がなくてね、提出はねあのそのすごい前にできてるわけでもない先輩大変そう。だって先輩とは枚数が全然違う。あ、なんかそれを言ったらあれか。でも先輩は本当にもっと何倍も書いてらっしゃるから私たちが大変なんて言えないよ全然実際ね、あのもっと書けばよかったなって反省してるし、あともうあの置かれてるんですよみんな。あのこれが木本アンナさんの分で、これが木本優奈さんの分でっていう、もうみんなまとまりで置かれてて、4期生がだいたい平均でこのくらいあったとしたら、もうこのぐらい積み上がってるんですよ先輩方は。だから本当にいや、これ何日までに書くんですかっていうぐらいの量、恐ろしかったです皆さんでもそうやってあのマリナさんとか先輩方にあのの買うだけあるなっていう感じ。
レベチ、え、レベチ本当に先輩方やばい。何枚目になってもきっと丁寧に書くん、書いてみんなに同じぐらいの喜びが渡るようにしてるんだろうなって思うしね。次回は今回の倍行くわけな行くわけないんだけど、まあなんかもっと来、あと次はいっぱい書きます今回はちょっとだけ反省してて、どのくらい書いたら間に合わなくなっちゃうとかわからない状況すぎて、宛名がなかったっていうのもまたあるね。もっと宛名がない分書けばよかった。来年はもっと増えそう。来年があるかしら、来年でできるのかしら。できれば誰が喜ぶん、それ汚いでしょ。宛名あったらフルネームバレちゃう。え、フルネームはバレたくないみたいな、バレたくないんですか、みんな。なんか恥ずかしいみたいな人結構いる。いや、名前は言わないでおきますとか結構いらっしゃるんですよ。ごめん、次回は買います。はい、待ってますね。でもさ、もうさ、いつも呼んでる名前でさ、慣れたとしてさ、その名前と本名が全然つながらないぐらい何も関係なかったらさ、難しいよねあれ、この人がなんとかさんでとか言ってさ、つながらなかったら覚えるまで時間かかりそう。まあ、いつかみんなのを知れる機会があったらいいね。メールの返信で、うん、なるほどね。でも本名、知る機会もありますよね、もちろん。なんか動画だったりとか、だから不意にアンナさんに本名で呼んでほしくなったら、おしゃべり会とかで言ってくださったら言います。本名メール、ああ見ましたよ。名字覚えてないかも、ごめん名前は覚えてる。何理由でさつけたのかなとかさ、そのみんなのさ、いつも呼ばれてる名前の由来みたいな。かいりちゃんにはなぜか本名って言われました。本名って、この名前がなかなか珍しいってなっちゃうね、それはえ、違うよね、思いつき、あ、思いつきか、別に理由がなかったはあ、いつ歌おう
呼び捨てされたいです。私あんま呼び捨てしないんですよね、ファンの方を。呼び捨てがいいって方はいらっしゃるのかなってまずずっと思ったんですけど、私呼び捨て…おっとすごいすごいの見た、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます、のりさんありがとう。あ、違う、呼び捨てするのもされるのも嫌い嫌いな人もいるよね、もちろん。私もね、あんま呼び捨て派ではないんですよね。守りたいこの笑顔タワー、なんちゅう名前。でもさ、もちろん呼び捨てなし派がいるように、あり派というか呼び捨てがいい派がさ、あるいるじゃん。ありがとう。その方が距離が近く感じていいなとかさ、いつの間にか呼び捨てになってる。ん？やっぱそういう縮め方もなんかキュンとしそう。ありがとう、ありがとうございます。あ、ちょっと、ありがとう、ありがたわ。なんか珍しいタワーが多いです最近ありがとうございます。あの、なんだっけ、あ、男女読むとき呼び捨てとかね。うん、私はね、呼び捨てはね、何かしら何かついてた方が嬉しい派ですね。最近あんなさん呼びする方が増えて、なんかふふんって感じ、たかしが増えたみたいな私ね、友達にもね、あの、本名そのまま何もつけずに呼ばれることがね多いんで、基本ちゃん付けされないんですよ私。だからね、ファンの方にね、アンナちゃんって呼ばれるとね、うんうん、アンナちゃんねってなるアンナさん呼びぜひでも後輩のね、子からはね、アンナちゃんって呼ばれてた。あのテニス部のね、部活の後輩がね、もうアンナちゃんアンナちゃんって言ってずっとねついてくるね、可愛い子がいるんだけどね、その子はね最初からずっとアンナちゃんだった。うん、可愛いなと思う基本はね、その部活だから先、なんかね、先輩って言われることもねあったけど、その子はね、アンナちゃんアンナちゃんつってずーっと後ろついてきてね、あのずーっと連絡をしてきてね可愛いんですよ。今度遊びたいって言ってて、うん、遊ぼうねってができたような気持ちでしたモバメ撮ろうと、うん、ありがとうございます。モバメはこの期間、あの配信の振り返りぐらいしかできてないのですが、送ってます。
あんちゃん呼びはね、なんかねバカにされてる気分になるから嫌だ。うん、私は年下の方が好かれやすいタイプです。あ、このあんちゃんさ、この兄ちゃんって書いてさ、あんちゃんってさ、あやねちゃん推しなのでよろしくね。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。この兄ちゃんって書いてあんちゃんはさ、テニス部の顧問の先生に呼ばれてた。やだなやだなと思いながらさ、あのあんちゃん見てお兄ちゃんみたいな感じでかっこいいですよねとか言われて、えどういうことですかとか言って、いやあんちゃんってあ、わかります、兄ちゃんって書いてあんちゃんって、あそうなんだ、へーとか言って、そう呼ばれてた2年ちょい。え無理ーと思って、え無理ーと思ったんだけど、その部活のんなんか仲間が同い年とかがあのからかってその先生の真似をして、あんちゃんあんちゃんとか言ってくるんで、本当に勘弁してほしかったです。私はねちょっと嫌でしたそれが。あ、そう言ってたかも、一つ屋根の下。そうもうね、もうやめてほしいなって思ってたんだけど、結局ね卒業までずっとその呼び方されてた。何が気に入ったのか分かんないけど。ずーっとそれだった。飽きないな飽きないなって。他の人には全然名字にさん付けとかでさ、木本さん木本さんとかさ、なのに、じゃああんちゃんはなんとかさんとペアでとか言われて、はいはいとか言って、じゃあ今度の試合はなんとかさんとあんちゃんペア、はいはいはい、からかってたんだろうな。めっちゃ気に入ってたの、それがもうあんちゃんって呼べるって分かった瞬間すっごい嬉しそうに、それからずっと、もういいよ。そうじゃあそう呼びなっていう、いじられてた。別に私いじられキャラじゃないんですよ、別に中学校でドジっ子でもないし、そんないじられるようなねキャラじゃなかったんだけど、なぜかねずっとそうだったね。なんでだろう、何も面白くないのにね。言い過ぎか。うわ、I'm sorryそうに。さっきからあくびですそうやって。あとね、お母さんがずっとあんちゃんって呼ぶんだよね。それもやめてってね、中学生ぐらいの時から言ってんだよね。外でいる時はあんちゃんって呼ぶのやめてって言ってんだけどね、でっかい声でさ、あんちゃんねえねえこれさいるとか言ってさ、呼ばないでって言ってるじゃんとか言ってる。なんか言ってもね癖なのか、お姉をゆうちゃん、お姉ゆうちゃんでもないんだよね、お姉なんだっけね。本当にやめてほしいのにね、やめない。そんなのばっかり。そう、私もういい年齢、17歳なんですよ、高校2年生の明け。お母さんに外でちゃんづけ呼ばれる、ちゃんづけされるような年じゃないの。別にいいよ、小学校ぐらいまではかろうじてさ
許してたけどさ、もう高校生なの、17歳なんだよね。あんちゃんあんちゃんつってやめてほしいです。でもお姉は逆にそのちゃん付けが羨ましかった時代があったらしい。今もそうなのかわかんないけど、私があんちゃんあんちゃんって呼ばれてるのはちょっと羨ましかった時期があったらしいよ。まあいいよ、基本何年言っても治らなかったからもうずっとそうなんだなって思って、二十歳超えたらやめてほしいかも本当に。こんばんは。今度ゆうちゃんと呼ぼう。喜ぶかもね。喜ぶんじゃない意外と。いやお姉ちゃんって呼んではないと思う。あくやの、ごめんなさい。もうある程度のさ、あの年齢を超えたらもうどうでもよくなるのかもしれないね、その呼び方なんて。でも今は無理、本当に私は思春期だから。よっよっ、スカートを伸ばしたい。けど正座もしたくなってきた。正座にしちゃおう。私が重いみたいな音出すのやめてもらっていいかな。アンナさん反抗期あったの？反抗期か、あったんじゃない？だからなんなら今もじゃない。人生反抗期みたいな。昔はすごい素直だったらしいけど、思春期で思春期は反抗期ちょっと違うんじゃない。いつから歌おう、もう分からなくなっているんだな。逆算して、うん。逆算します。苦手なやつ。お父さんお母さんと呼びなさいと言わなかった？うん、逆にねお母さんって呼ぶとちょっと怒るんだよね。お母さんって呼ぶのやめてとか。で45から、そんな私ぶっ続けで歌う予定はあんまないんだよ。実は一曲歌ってちょっと喋って、一曲歌ってちょっと喋ってにしようかなって思ってたけど、なんかお互い様やん。いや私はねいつもちゃんとママって呼んでますよ。お母さんはちょっといじるときに呼ぶぐらい。 MC はサムだね。やめて、なんか5曲だっけ、うん5曲だけど1曲はすっごく最後に撮っておく、いつものやつ。おかってパお父さんが呼ぶかも、あのおばあちゃんのこと。おかって言うかも。であと今週1週間の中でのリクエストがあればもう一回っていうのが時間がある。おかあおかあお母さんはお母さんだけどお父さんのことは親父。親父ってなんかすっごくね青年感あるね。
親父そんな呼び方したら引っ叩かれそうだ。逆にいいのかな。ポンコツは候補に入ってますか。ポンコツ歌ってほしいな。歌いますよ。もうやっちゃうか。一曲リクエストが多い場合処理しきれないような気がする。皆さん娘さんとか息子さんがいらっしゃるのかしら。それで私の話を聞いててさ、ああこんな時期があったなとかさ思うのかしら。ねえばあくやな、あぐび止まらない。しそしな、お私歌ったっけ。しそしな今週だったっけ。もう記憶がね、さだ何も覚えてないレベル。ああ鼻水も出る。最悪です。いやこれね、なんか変にね、誕生日おめでとう、ありがとう、うちの娘来月結婚しちゃう、おめでとう。あちょっと悲しんでるのか、お父さんとしては。おめでとうございます。すごいおめでたいね。結婚か、おめでとう。あの言われましたか、例のセリフは。娘さんを僕にくださいは、あの言われるんですかね、あの結婚するときって。どうです、気になる。私そのところ、私さドラマでしか見たことないし、みんな悲しんでるからあんまおめでとうございますとかやめようか泣いてるんだよお父さんは。ありましたよ。あったの、うわーすごい。私も言われたい、娘さんを僕にくださいって言われたいかも、お母さんになって。えちょっと待って、あるんだ現実世界で。そうなんだ、ニコニコしちゃう。すっご、実は嬉しい。娘さんを僕にくださいが嬉しいんですか。うわーちょっとドキドキして歌の歌詞忘れそう。すんばらしいね、なんか。ちょっとあるんだ、いい、日本で、日本っていいねすげえ男前で完全に負けましたって最高じゃん。聞きたいな、カラオケやめてその話うわーいいな、おめでとうございます。おめでとうございますって言っていいのお父さんは寂しいかもしれないけど、ちょっと鼻水かむねよし、楽しいなそういう話って。もっと聞きたい、結婚話いいよね。いいね、人の結婚ってほど幸せなことないからね。人の結婚式出たいもん、友達とか親戚の。一回ねあるんだよね、おじさんの結婚式行った時、その1回しかないの人生で結婚式っていうものを見たことが、小学生ぐらいの時に。分からなくなっちゃった。お姉の結婚式、お姉の結婚式のさ二次会だってみんなマックス踊ってくれるんでしょ、 KMT は。羨ましいねなんだっけ、ちょっとじゃあアンナのトリコは自然渋滞練習しておいてね。ゆなちゃんが結婚したら泣くな泣いちゃうの、泣かないでね。二次会には呼んでほしい、タミ
うわお姉結婚するときアンナさん泣くんだろうな。いや渡さないよ私。まずね、まずさお姉が結婚するとき私にお姉さんを僕にくださいって言わないとダメだよ。あげないって言うしね、なんなら。KMT は二次会参加。そうですね、いいね。あげないよ、マジであげない、絶対あげないんだから。逆にもらえると思ってるんですかって思わない？もうそれってさ、もらえる前提だと思って聞いてるのかな。よろしくお願いしますって言われると思って言ってるのかな。あげなーいって言いたい。最低かな。ちょっと一旦確認しますね。いけるような気もしないしないんかいって感じ。ちょっと頑張りますね。2番目はちょっと勘弁、間違ってもって行きます。練習したけど分かんない、完璧じゃない。回った星のどれが一番に輝くのだろう、聞かれても誰もきっと答えられない、暗闇の先にここから見えない光がある、ステージの片隅でもがき続ける、悔しさや虚しさも青春の時、少女たちよもうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる、おーおー少女たちよ何も諦めるな、悲しいことなんか全て救って、全力で走るんだ、人の目に
づかれない星、そこにはどういう下がるの光、届かないくらいに離れているとか、雲のせいだとか理由が欲しい、思うように生きられない、今の自分がもどかしく不安なら背中を押そう、悩みながらいつしか強くなれる、今日の涙は明日の力さ、次を準備しておこう。これはさ、日向さんの依頼ですね。紙セトリだったやつね。そう、紙セトリだったやつ。もうさ、思い出すだけでふう、戻りたくない、戻りたいけど戻りたくないみたいな寂しい気持ちになるしね。何でしたっけっていう話。ちょっと待ってね。よし、すぐ行っちゃおう。これいける気がします、多分。誰かと一緒にいると僕は僕じゃない。小さい頃からブランコが好きで、シーソーに乗っている時はただ相手に合わせた。気づけば君はいつの間にか僕のすぐ近くにいるのに、
僕は僕らしくそう普通でいられるのはなぜだろう。それが恋と知ってしまったならこんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるっていい。あ、まだだめだ、めだいリンゴを剥くとき、母親の指先が全て切ってしまいそうで、嫌いと嘘ついた。何も欲しいと言わなければ永遠に傷つかずに済む。僕は何回かそのかさぶたを見て学んだ。望まない、これが恋と知ってしまったんだ。一本のコーラ二人飲んでから、急に僕たちはドキドキとして、お互いに異性だと思い出す。今までならきっと逃げてただろう。君のことを失うのが怖い。片思いなら黙っていればいい。両思いなら気づかなければいい。話したい誰かがいるっていいもんだ。僕の部屋片隅で漫画読んでる君とだったらしい。そう登ってみよう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって、幸せだ。もうしんどいっすもうしんどいっすね。うん、ありがとうございます。陽平くん、あれ夜はとか言ってなかった？ありがとうございます。てか瀬戸里まだ見てないな。あのさ、ポチャッコのクレープ可愛かった。うん、アイラブユータワー、ありがたわ。ありがとうございます。あ、遠いか、遠かったか。ありがとうございます。ありがたわ。ありがとう。よっこらせ。マイクを下に置いたまま喋ってたなって今思い出した暑いな。
ポムポムクリンポムポムプリンのクレープ食べましたよ。ポムポムクリンとか言っちゃって、ポンポンプリンのクレープね、かわいい、絶対かわいいじゃん、ポンポムクリン何なのそれって感じだよね。じゃん、リクエストを受け付けるということを考えたら、もう私が用意した曲はあと2曲ですけど、いっちゃおう、ゴー今ここでかかと鳴らせ、信じる者の雄たけびだ、高らかにかかと鳴らせ、平等な世界の豊かを響かせろ。勝ち負けだって大事だけど、どれだけやりきったか、最後の力を振り絞ってチャンスをつかみ取れ、こんなにもがむしゃに我忘れ、汗を流すこの瞬間、人生に何度あるだろう、青春よ青春よ、最高だ、勝利へのかかとを鳴らせ、一だけして見せるんだ、決心のかかとを鳴らせ、応援している僕らは疑わない、どんなに遠くの夢だって一歩ずつ近づけ、いつだってまっすぐに前向いて、迷うことなかなかった、約束の場所を目指そうぜ、仲間たちよ仲間たちよ、送れるな、希望に締め戦おう、成功の拳上げろ、どんなに道になってもひるまないで、勇気持ってぶつかる君に負けはない、嵐の中声は届いてるか、君のことを誇りに思ってるよ、記録より記憶に残れ、悔いのない試合をしよう、みんなみんなみんなそう出して、このチームを応援するんだ、勝利へのかかとを鳴らせ、一致団結して見せるんだ、決心のかかとを鳴らせ、応援している僕らは疑わない、敵も味方もない、ホイッスルが吹かれるまで諦めずに頑張る君が優勝だ、間違えた振りを間違えた、前座曲なあ、すっごありがとうございます。追いつかない、私さ歌い始めてさすぐさタワーさ投げてくださった方も いらっしゃったの、待ってね、違くて
遡り。ちょっと待ってね。自分タワー投げましたって自己申告してくださる方いますか？あの、自分タワー投げましたって、このタワー投げましたって、あの自己申告していただきたいんですがお願いします。追い切れないんです。何々さんが何のタワー投げてたってわかりませんか？ハピバネ、ありがとうございます。まさ佐藤さんが投げてくださったんですか？ちょっと待ってね。自分追い切れないんですちょっと待ってね。ありがたわ。ほいほい、もうちょ、やべ、すっごい始まった頃もあったよね。マサさんありがとう。マサさんが何のありがたわですか？ありがたわ。ワイは投げてません。さっきありがとう。もう一人分、松葉さんがレンタワーは見えた。ハッピーバースデータワー信じるね。ハッピーバタワーありがとうございます。皆さん、ハッピー、もうありがとうございます。バースなんで全部大文字にしちゃったんだろう。ありがとう。お姉の方でも忙しいだろうに。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがたわ。ありがとう。よし、ありがとうございます。マターさんがレインボータワーありがとう。それはなんとか目に収めました。ピンクだね。大好きだよ。だって、何言ってるんだけど。ありがとう。告白されちった。告白をされたな、今な。浮気ではないのかい？はい、ありがとうございます。松葉さんありがとう。ピンクだよ。そうです、ありがとうね。こちらこそありがとう。イエーイ、ありがとう。よいしょ、ありがとうございます。本当に約束の卵また聞きたいな。あとで、あと1曲終わったら今週歌った中でのリクエストを受け付ける予定です。あまりにもレパートリーがないので。これ怖い、これ怖いんです。とてもこれ怖い、これどうしよう、怖いな怖いな怖いなってね。よいしょ、今週歌った曲かちょっとあれですかね、前のでもし歌えそうだったらでもいいですよ。
怖い。きます。絶対アイドルやめないで、輝いてる君を見たい、もうずっとずっとずっとステージにいて、私がもし君のとこ離れたなら、君はちょっと寂しくなるかな。意地悪考える。好きな人がいるのなら内緒にしてね。神様は将来と指輪をどこかに隠してね。君が好きに合わせたんだ髪の色、私の中君だけで過剰摂取は中毒で、責任取ってね大好きです。絶対アイドルやめないで、優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対そんなで輝いて、星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ。君の夢は何ですか教えてほしい。その夢がアイドルじゃなくても覚悟はしてるから、星のいない空それが当たり前で、暗い道に目が慣れずに踏み出すのも怖かった。そんな時やっと見えた光、絶対君は歌ってた。ただ声ごと分かってても、君はキラキラ衣装が似合う。絶対大きなステージで一列分もまで感じたい、今日の歌い方なんか好きだな。君の努力私の愛成り立つ、この関係は強くて脆いの、星の幸せを願った。だけどだって君はアイドルよ、初めて目が合った日から今日も明日も君ばかりだ。絶対アイドルやめないで、これは報われないおとぎ話、魔法よどうか解けないままで。オーケー、やったぜやったぜ。お姉どう？聞いてた？お姉から教えてもらったとこできた。はるぽんさんありがとう。お姉聞いてないかもしれないよね。ありがとう、いすまさん。はるぽんさんハッピーバターありがとう。聞いてたって本当？ありがとう。練習してたんや。ちょっとね。ありがとう。はるぽんさん。
いまだにさハッピーバー言ってもらえるの嬉しいね。足が痛くなってきた、膝が痛い痛い痛い。ハッピーバースデー、これめっちゃ幅取るからな、ちょっと小文字にしよう。ありがとう。隣の部屋で、隣いないと思うよ、わかんないけど、いないんじゃない、下だと思う。はるぽんさんありがとう、ありがとう、はい、ありがとう。揺らすなって毎回毎回揺らすなって、ありがとうございます。うん、リビング、うん、リビングにいた。聞いてた、どうだった、お姉から練習したとこ、ん、お姉から教わったとこできた。うん、揺らしたらスクショできない、ほんと何回やるんだかって感じ。こっからは聞いてたってコメントしたんだけど見てなかったこっからはあれ、ほんと今週歌ったやついいんじゃない積んでるか。上越さんありがとう、ハッピーハロウィーンお姉来る、お疲れ、ありがとう。いや、なんか、え、髪が変、あの子コンプレックス一択、一択なんだ。歌詞調べますね怖いからね。テモデモか、確かにね、テモデモ私歌いすぎな節あるけどね。よいしょ、あと2人で歌わないときついっす。一回さ、あの歌い終わったからさ安心して、もう歌い方忘れちゃったりするんだよね私って。よっ、そうイベント終わりだった。これ3連符のやつじゃん誰か見たい、甘えられたらな、ここが失敗しないとドラマだ誰か見たい、いけるか、苦手ってかね、難しい歌が苦手なんですよ私は。うん、まあいけるか、昨日歌ったばっかだしね汚れた雨に変わってた、決断したようで未練があること、空だけが気づいて泣いている、私の目に映ってる、あなたは嘘をついてる、あなたに映ってる、私は知らないふり、特別じゃないならあんな顔見せないでよ、ただ好きでごめんね、願いただひとつ、こっちを見て沈む船は戻らない、それでも海をこの国さまよう、色づいた雪じゃ愛されない、真っ白にも
して」「もうすべてはいらないの」「愛だけが欲しい」「このままずっと」嫌いになれるパズルのピースはあるのに、加勢するのが怖くて触れず、今日も心に隠している。宝物じゃないなら大事にしないでほしい。乾いた切ない胸にあなたは少し水を足す。昔の二人ならどんな目で見つめ合うの。何も知らない、何も分かってない、バカなふり。星も消えたこの夜にあなたに導かれて勇気になる。知らないバニラが香った時、魔法が溶けてく。わけじゃないってこと、目をそらさずに言ってよ。私が弱かっただけ、そう思わせて、優しい嘘を。運命じゃなかった二人は来世では会えないでしょう。誰かみたいに甘えられたなら、ああ、あの子コンプレックス。沈んでも沈んでもいい、それでも恋は走ってゆくから。色づいた雪じゃ愛されない、真っ白に戻して。今日も欠けた月を満たすように、優しくあの子に触れているのでしょうか。愛なんてもういらないよ、そばにいさせて、この海の中。リベンジしたで。他のとこで間違えたら、あの元も子もないんですが。リベンジしたで。よかったよ。あー、ちょ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 。ソーリー。よかったよかったよかった。うー、怖かった。いやー、こちらこそリベンジできてよかったです。うーん、頑張ったわ。ん？うわっ、すごい、なにこれ。ありがとう、頑張った、ありがとう、頑張ったわだ、ありがとう。頑張っちゃったね、ありがとう。ちょっと待ってね、ありがとう。よいしょ、黄緑裏写りしちゃうからピンクにするね。頑張ったわ。
ありがとう。初めて見ました、そんなの。はい、ありがとうございます。頑張りましたありがとう。アンナちゃんもすごい声量、私声量ないで有名なんですが、ご存知でしょうか。私は声量がないで有名なアンナです。ありがとう。また揺らすし、ありがとう。亀仙人さん、ありがとう。あのカラオケをねしてほしいってリクエストいただいたので頑張ってみましたよ。うな、アブトゥセーブさん、ありがとう。クマタワー、ありがとうございます。嬉しい、ありがたわ。この数日間でありがとう。あの毎回感想さ載せてくれてありがとう、嬉しいです。あれ実はこれありがたわ。ありがとう。ガオいた、ガオだ。ありがとう。おねえ、違う、ありがとうございます。こんばん、あ、韓国語で書くの忘れたみやね、ありがとう。ガオ、これお姉と手間でも歌えるのかな、それってありなのかな。ありがとう。大丈夫なはず。お姉、星になっている。何ですか何ですか。ふん、ありがとうございます。アイスノーさん、ありがとう。ありがとう、ごめんね。ありがとう、アイスノーさん、ありがとう。もうみんなアンナの虜ってことにしようありがとう、ごめんなさいみんなさ、私がさ、この天使のクマちゃん可愛いよねって言ったらさ、それをタワーにして投げてくれるのが可愛いですね。ありがとうございます。ありがとう、ハイスノーさん、ありがたわありがとう。揺らさない。お、なんか私はあの、あ、ありがとう。お姉さん呼んでいいかな。でもでも一人じゃきついっす。一人でいけっかな。ちょっとごめんなさいごめんなさい。見てるなら来て。でも歌割りわかんない。歌割りわかんない。いいか、サビユニゾンで。見てないんかな。よいしょ。うん、ダメだ、ごめんなさい。おねえ、おねえ、え、
お姉いないことある？ちょっと待ってね。待って、違うのやるわ。気分じゃないそうなので、アナさん違うのやりたいと思います。気分じゃないってごめんね、勝手に呼んじゃったから。おーっと、わっサイレントやってるしね、ありがとうちょっと、あ、じゃあ、ありがとうございます。疲れてるのかもしれない、人間そういう日もあります。おでん食べたいらしいよ私もコンビニのおでんが食べたいんですよね。ありがとう。もう30分切ったね。もう30分でラッキーウィークが終わると思うとあっという間ですね。またおでんおでんです。お姉の人生おでん結構重要なんで、ありがとうございます。ありがとう。あのたこ焼き食べてたねコンビニのさおでん食べたい、食べたくて、でもあの食べたくなるのがいつもさちょっと夜目だからさ、あのもう売ってないよって言われちゃう。あとなんかあります？テモデモはちょっと一人じゃきついかも。他に私が歌ったのであればなんかが、そうおでん結構、冬のおでんってね結構人生の中でティア高いっすよ、優先順位としては。君は持ったけど、イベント終わったらね、オッケー、君はもっとできるって、私なんか失敗した気がするんだよな、何かで。ガイルは取るまでもう自分でやっちゃってんじゃん、気にするなって。これさめっちゃめっちゃ高くてさ無理だったよね。まあ、いっか、高くてさ今日以外にもう歌う時ないしさ、今日喉潰れても別に支障ないんでありがとう、頑張ってみます。君はもっとできる、
ここでやらずにいつやるつもりだ。何も恐れるな。失うものはないだろう。心の森に迷い込んでも咲かげた木々の下で絶対立ち止まるな。君はもっとできる。今よりももっともっと自分のことちょっとちょっとそう信じてごらんよ。君はずっとずっとこの先へもっともっと誰も見たことのないあの場所へ行けるんだ。君はもっとできる。私すごい好きなんだよね個人的にね。これ多分どんな高く、わーハルポンさんレインボータワーありがありがとうありがとう。ちょっと待ってね。
急げ。ありがとう。ありがたわ。ありがたわ。はるぽんさん、ありがたわ。ありがとうございます。ありがとう。キー高いけどやりきりました。ありがとう。よし、あといけて、これとあと1曲だと、あ、これとあと1曲と1曲だと思います。これ間違えるかもしれない。意識し始めたのはいつの日からだろう。この坂道どこへ続くのか、先人たちのその足跡が目指していたのは、夢見る者の約束の形、銀色のカップ伏せたような、目印がそこにあるよ。輝いてる未来の形は大きな卵だ。待っててくれるか、夢かなうまで君のことを連れて行く。苦しくても諦めない、僕ら信じてよ。して抱き合いながら涙を拭いて喜びたい。そんな瞬間思い浮かべて前に進もう。絆とはそこにいること。
大好き。これ大好き。ありがとうございます。皆さんギフトありがとうございます。楽しいですか？アンナさんがこんなにカラオケすることないよ。あと2いけるかギリだな。あと2曲どう思う？無理か。2曲は無理か。48だもんな。いけるかな。きびいよねちょっと。あ、ありがとうございます。そう、特別ラッキーウィークだからです。きびいかもなら、じゃああと2分くらい普通にお話しして、あと最後の1曲で終わりにしたいと思います。長かった？短かった？アンナさんはとってもあっという間に終わったと思います。2曲のサビで、2曲目のサビでエンディング、そういうこと？でも私これは全部歌いたいな。あっという間だったね。約束の卵好きすぎが聞けてよかった。ほんと？よかったです。これ昨日も実は歌ってたんだけど、もう一回っていうか方がいたので、そして自分ももう一回って思ったので、ありがとう。レインボースターもたくさんありがとうございます。これちょっとギョギョる。いやありがとうございます。ちょっとぐちさんありがとう。お仕事お疲れ様。間に合ったんですね。よかった。もうタワー並みって感じ。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。グッチさんがさ、すっごいいっぱい、あのレインボースタータワーかもみたいな思うんだけど、どうかしら。ちょっと待って、さっき待ってね。一旦グッチさん書いて、陽平くんもありがとう。休んでていいんですよ。ありがとう。もうあと10分だって。もうあっという間、1週間やったわ。ないよ、私が1週間配信することが。ありがとう、星にしとこ。お疲れ様、ぐっちさん、お仕事どうぞ。いや、こういう子じゃない、本当にそう。ありがとう。お忙しいんですね、本当にお疲れ様です。ありがとうございます。1週間やっちゃったよ、終わっちゃったよ。ゆうへいくん、ありがとう。春のイベ以来、本当にね、エスカワイ以来、ぐんと、あ、50分経っちゃった。俺配信未だに何するか決めてないんですが、考えておきますね。ちゃんと体調崩さなくてね。元気に終えられましたよ、頑張った。寝たのでね。ありがとう、陽平くんも。徹夜していたのに寝れましたか今日は。お疲れ様です。寝てね。ありがとうございます。よいしょ、ありがとう。何回も、こちらこそ、こちらこそ何回も、本当にありがとう。ゴールを迎えるね。びっくり、早すぎたね。これはやっぱり最後はみんなこれ歌ってたら面白いな。そりゃないか。歌います。ポン。
づく美しいあの街、雲が澄むと信じてきた私が生まれ育った、すべてを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に滲んでくる、夢が叶うとその書いてさ、後でさ振り返でもいいですか、自分タワーありがとうございます、ちょっと待って、ありがとうございます日焼けさん、ありがとう、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あの名前ね、ありがとう、あの壇上もね読まないといつもより早く、あののりさんもいたよね、ありがとう、ちょっと待って後で振り返しますから、うぐっちさんありがとうございます、ちょっと待ってね、ありがとう、もう
ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、皆さんありがとう、お疲れ様でした、1週間ありがとう。ちょっと待ってね、あの次回でいいからさ、あの次回でいいからさ、あのさ、自分タワー投げましたけど言ってもらってませんって人ぜひ言ってください。ノーパパさんありがとう、ちょっと待ってね、ちょ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 、のりさんが、ノーパパさんありがとう、ありがとうね、ちょっと待ってね、ありがとう、だ壇上読まないと切れちゃう、切れちゃう、切れないか、どうなんだろう、わかんない、更新される前かもしれないけど、ごめんね。一応13位マサソトウさんありがとうございます、12位ハイスノーさんありがとうございます、11位ハブトゥスセーブさん、ちょっと待って、ありがとうございます、ちょっと待ってね、切れない、大丈夫、あ切れない、切れないならまだやってていいかな、あまだいいか、よかった、じゃあまだやりますね、まだやる、じゃまだやっちゃうぞって、よかった、ありがとうね、びっくりした、安心しちゃった、ありがとう、ありがとうございます、ちょっとありがとう、ごめん、ありがとう、ちょっと待ってね、ありがとう、もうお疲れ様お疲れ様でした、ありがとうございました、まだか、ごめん、ちょっとすごスクショしちゃおうせーのありがとう、すごい、皆さんありがとう、美味しいご飯報告は必須でお願いします、ありがとうね、皆さんずっと来てくれて、多分書いてるって厳しいだよね、ありがとうございます、何これ、待って、ありがとう、待って、ありがとうございます皆さん、うん、ありがとう、まこやまさんも待って、ありがとうございます、ちょ、お礼が追いつかない、ありがとう、あ白いアルパカさんもありがとうございます、ありがとうございました、本当に、うん、ありがとうございました、本当に、ありがとう、ありがとうございました、お疲れ様でした、あーお疲れ様でした一週間ありがとう、うありがとうございます、よかったです、もう振り返りでお礼配信の時にまた書かせていただきます、壇上を読みます、おつお疲れ、最後がいいかな、今がいいかな、壇上
投票機能を使って、あ、今、あ、最後にする。ありがとうございました。ありがとうございます。イエイ、ありがとう。もうな見てたよ。本当？あ、そう、色違 い, 違いそう、色違 い, いはあ、何しようかな俺配信。それはあなたが決めてもらって。はあ、もうありがとうございました。本当はイベントあんまり私好き、まあ、好きな人いないと思うけど好きじゃないんですよね。ありがとう、メールで美味しいご飯待ってるね気分じゃないでしょ。いや、イベント中に入るのはどうかと思ったよ。確かに、あ、分かる。あのさ、聞いてほしい、分かるじゃない、間違えた。こうやってさ、人が貸したさ、色ペンなんだけどさ、ユウはさ A 型だからさ、こう書いてあるね順にね、あの色を並べたくなるんだ。こういう感じ、私はね、こういう感じでめっちゃ綺麗に並べる。違う違う、なんか違う、見て見て、これ違う、めちゃめちゃここに入ってたやつを、あなた、ほら違うよ。え、なんで、私まさっきまでこのままやってたんだよ。うん、別にバラバラにしてたわけじゃなくて、たまたまこういろいろなってこう間違ってね。仲いいよ、大丈夫。おでん食べて。わかる、おでん食べたいよね。あとでね、このイベント終わったらね、ママがね連れてってくれるみたいなの。暫定1位だって。え、だって最後の玉すごかったもん。ありがとう、みんな、ありがとうございました。いや、携帯忘れてきちゃったよ。何が？携帯で見れるじゃん、うん、暫定。あ、てかこれで見れんじゃん。またもかゆい、ログインしなきゃ。ちゃん、違うよ、ネットで見んだよ。本当にありがとうございました。もうしばらく嫌なんだよな。もう1年くらい嫌、やりたくないな。遅いね。うん、やったら寿司、寿司やないよねえさ、うん、毎イベントさ、こんな毎回参加するじゃん、うん、死にたくならないの？死にたく？怖いんだけど、やめてよ。私痩せないとだね、もし乗れるのとしたら。頑張ったね。頑張ったのあんじゃない。そうなの、そうなのよ。ありがとう。これ入れないの？ウェブ版で見れるでしょ。おお。だからコメントもギフトも見れんじゃん。ありがとうございます。そう、これからダイエット頑張って頑張ります。今日の夜からおでんです。ハンバーガー食べたい。いや、ダメダメ、今日で最後。いや、だからさっきおでん食べたいって言ってたじゃん。うん、買おうか。優しいな、はあ、もう嫌かな、しばらく。気持ちがね、疲れちゃう。
普段あんま配信しないから、うん、もっと配信しな、うん、このさイベント応援してくれたみんながさもうちょっとさアンナちゃん配信したぞって思ってもらえるようにしなよ。どういうこと？少なすぎるね、みんな。ごめんなさい、配信します。そう、普段配信しないくせに、くせにね。みんなありがとう。くー、ありがとうございます。ほんとマジ感謝だよ、うん、なんで怒られてるの？だって配信しないんだもん。ちょっと甘えさせちゃってもらっちゃってるよね。うん、うん、そう、あのしますね、配信お礼も必ずします。次は絶対にお礼配信になります。KMT がいっぱいいるからお姉の味方しかおらんくてそう、アドバイスだよとか言って怒られてんのに。なんで怒られるの？配信したいときにすればいいよ、だってそう、ね、甘やかしちゃダメなんだよ、私のこと。怠惰になってしまう、逆に配信しないから言うと確かにね、それもそう。みんなでもありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございました。24時間おる24時間はちょっと配信ルールがあれだな。でもさ、15分で毎日ちょっと続けてみる？さあ言ってみるもんじゃないから、それ言ったらやんなきゃだよ。できないでしょ？できない言わないの、そういうこと。怒られてる。でも配信頻度は必ず増やします、これ約束、うん、そうしてくださいね。はい、これってさあ、投票だからか、週一でもいいやで。甘やかされてる、甘やかされてる、もうそう、だから見て、せめて週一って言ってるからね。どれだけ配信してなかったか分かる？ごめんなさい。いいと思うって言われちゃってるしな配信します、うん、てかさ、これ以外にも絶対いたんだけど、うん、あさあ、うん、無音って書いてあるあの方の、うんうん、あ、ちょっとガチ説教なんでちょっと一回ミュートしますね、すいません。優しいアドバイス中かばわないでくださいよ、私のこともかばってよ。結構普通にしっかりさ顔してたよね。いやだからとか言ってそうだからだからで、いやでもさ、でもさとか言って、うん、こっちで見とけばよかった。ふぅ、へこんでないよ、全然へこんでないよ。この人へこまないんですよアンナさんは。へこんでません、へこんでません。次からそうしてみるかなって言った、うん、今回はアンがそうしたかったからそうしたけど、
次からはお姉の言う通りにしてみたいと思います。うん、私は何を言ったかというと、こうイベントって最後の10分5分10分とかで、もう皆さんがすごいタワーを投げてくださるじゃないですか。そしたらもう追えなくなっちゃうのよ。だからちょアドバイスをしました。私はショールーム頑張ってる身としてね、うん、ショールーム先輩やからね、うん、でもワンは全員に同じようにしたかったんです。タワーって叫ぶとか、そう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 。だからアンはそれができないっつってんの。だからそれ言わなくていいよ別に、うん、タワーありがとうでいいよ言ってるの、うん、だからもういいや諦められた。何しよっかな。あのさ、メッセージカードみたいなやつをさ買ってさっていうのはありきたりか。ゆうは前回初めてそれをしました。うん、あの今まで貢献度ランキング100位から読むだけだったけど、うん、でも前そうしたと思う。あまあそう自分で考えてくださいでもみんなそうすると思うんだよな。ミスの時見てたけど、それだとなんか多分ね、うん、みんなね、なんだろう、参考にしちゃう、うん、一人やると。うん、そうだから案が違うことやりたいけどそんな脳がないから悩むな。ちょっとお母さんとかにも聞いてみます。なんか歌えば。歌うのなくなった。うん、もうない。なんてこんな髪の毛多いんだ。巻いてるからでしょ。確かに後ろやっとこう。いやー、アンが1週間こんなに配信するなんてね。これが珍しいことなのがさ、おかしいよね。うん、そうなの。でも3時間は頑張ったよね。うん、いや練習してないから歌えないよ。アンも練習してない。ラッキーウィークでした。よかった。ラッキーウィークって言っちゃってるのがまずもう終わりだもんな。いつも通り毎日配信しただけだねって言われるんだよ私は。アンの方がいいみたいな感じでやだね。毎日5曲は頑張った。甘やかされてる。でもでもとはなくり、どっちも練習してない。どうする。楽しい1週間だった。よかった。ポキさんは毎日3時間ぐらい楽勝楽勝楽勝当たり前。うん、当たり前当たり前なんかイベント終わった次の月とか7時間くらい配信怖いよ。配信成人だよ。ポキを毎日見ないと禁断症状出るって、うん、でしょ。アイアン知ってる。それは嬉しいね。ちょっとね違うんだねやっぱスタイルが。何歌う。好きな曲何。好きな曲オンリートデイないよね。ないないんですよ。練習してたけど調べてないことに気づいた。だから調べてから練習しなきゃ。今日も朝アンナが練習してて、練習ってか音楽聴いてて、多分歌いやすそうだなって思ったんでしょ。その曲カラオケにないよって言うか朝電話で自分の部屋から、その曲ないよ。あ、そうなんだ。別に歌う予定じゃなかったけどねとか言ってしっかり歌う予定だったのに。やばいからどうする。あれ届くかな。あれちょっと届かないでしょ。ちょっと左に寄るとかね。違う違う、そのコードを抜いてどこにやんの。下のパソコンのやつ。待って、あ、虫じゃない。これをさ、いやいい、多分そんないらん。
充電が 10% 切っちゃったんで、うん、え、無理そうじゃない？ほんとだ、ほれごめん、だやん、これありがとう。何した？足痛い。黄色。配信中に充電するとバッテリー減るせ。うん、しゃあない。そこに関してはしゃあない。大丈夫って。うん。親指に落とした充電器を。でもあと 10% だから1曲歌ってさ閉めた方がいいのかな。こう刺してるとイヤホンさせないし。うん、どう思う？どう思う？また配信はするよ、お礼配信を。今日中に？今日はまだ。明日？明日がいいなら明日にしたいけど、明日はさ見れる人がどうかな。休日の方がいいかな。休日もおしゃべり会と生誕祭だから。ダメか、任せられたな。日曜日でもなんでも希望があれなんだよな。大丈夫でした。危ないですか？見ないで。まだグラビアとかしたことない。やるつもりないだろ。うん、ない。残念だ、ケムティ。音だって。お礼の準備が、うん、何するか考えてそれに必要なものを買うっていうものもあって。明日は無理かもしれないけど、そこ、あの、早急にとは思ってます。歌詞見る？もしあれがあったら。何を？何を歌うの？これが多いから。平日だと私のできる時間がさ限られるんだよね。何日にも分けてさ自然状態ないです。これでさ歌割りって言ったらどうなの？ああマジでマジで覚えてないです。歌割りなんてないね。ないね。もうそれ一小節 A やって B やってサビユニゾンいいんじゃない？うん。じゃ歌えない。助けて。歌えない。声が？うん。覚えてない。なんだろう。あお。こちらも一緒に見られるか今日はないかなとか。をつけやすい。どういうことですか先輩？例えばメモみたいなのに書くとするじゃん。誰々さんありがとう、じゃあ今日は100位から90位までの人やりますとか言ってた方が、あ、じゃあ今日は自分じゃないから、まあ、最悪見れなくてもいいねって。なるほど、歌ってから考えますね、はい、充電がないから、うん、これいい。
らそれを古無視してやりました。何かそのやつを、うん、あのないかないとか言わずに、今日ないか分かんないけど書きますとか見た方がいい。ゆうか、うん、こっちがあんなに近い方がいいと思う。はい、ちょっと充電がないやります。どっち先？アンナが先。はい、音小さい。それが私の初恋、待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら、紫陽花ありがとう、イベント期間化してくれて。これを機にお返しましょう。じゃあ、はい、壇上読んで次はお礼にします。あの、早く充電させてもらっていい？ブツって切れたら最悪だよこれ。あ、いいので早く。はい、すいません。はい、うんうんうん、よし、13位秋田のゆういちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位松葉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位まささん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位はるぽんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位りゅうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
8位アベベポーキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位のりさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位ようへいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位ひやけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位のあぱぱさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位片山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位まこいもさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位ぐっちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。痛い足が。ありがとうございました。メール書く時間いっぱいあった。よし、メール送りますし、あとはお礼配信もします。全部読めなくてごめんね。これと1週間ありがとうございました。お疲れ様でした。ゆっくり休んでね。ありがとう、みんなもゆっくり休んでね。早く会えますように。ありがとうね。もはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また配信します。見に来てください。クッキーちょうだいにあげちゃう。ありがとう。いやちょっと待ってね。クッキーいやこれ1は何で2は何なの、わかんない。2派がいるのかも。すごい、一回おねスクショしていい。せーの、せーの、あ、来た。よっしゃ。あ、なんで、よし、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。メール送ります。またね。ありがとうございました。